余はそれがしを裏切り者とそしるだろう。だが兄上の方法では天下は収まらぬ。一は長政様の妻、どこまでもお供いたします。まさに絵に描いたような美男美女、様になるね。気楽なこと。長政様がどのような思いで戦に臨まれていると。よせ高虎。信長は義理の兄貴だもんな。真偽に熱い長政にしちゃ断腸の思いなんだ。ましてやお市の胸の内たるや、俺が涙を拭いてあげたいね。貴様落ち着け高虎。どの道この男の出る幕はない。そりゃそうだ。二人の覚悟に報いるためにも信長は倒す。必ずな。軽いだけの男ではないよな。最下衆は信長に仲間を多く殺されているのだったか。ああ、信長は苛烈すぎる。だからこそ長政様も断たれた。理想の未来をご子息らに残すためにな。ならば我らが長政様をお守りし、ご家族のもとへ返して差し上げねば。ああ。こちらの被害も大きい。深追いは禁物だ。いずれ機会は訪れるだろう。次だ。次こそ。